サインアドバイザーグリーンのアグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はキュウリ苗を植えるための支柱立て、そしてネット張りをやっていきたいと思います。今回のやり方は、まずですね、2つ畝を立てて、そこにポリマルチをします。さらにですね、合掌造りではなくてアーム支柱を使ってやります。で、最後にですね、そのアーム支柱にキュウリネットを張って終わりになります。なかなかですね、支柱の立て方、ネットの張り方ですね、わからない方もいらっしゃると思いますので、最後までですね、ぜひご覧ください。まず最初に、幅60センチの畝を2つ立てていきます。このようにですね、幅60センチの畝をですね、2つ立てて、この通路はですね、150センチになります。アーム支柱を立てることで、上間が2メーター10の2畳上になります。次にですね、ポリマルチを張っていきます。キュウリはですね、乾燥に弱く、収穫の時ですね、あまり乾燥しますと、曲がったキュウリばかりできてしまいますので、マルチを張る時はですね、前日に雨が降った時など、乾燥してない時にマルチを張るようにしてください。今回はですね、こちらの幅95センチのマルチを使っていきます。次に、アーム支柱を立てていきます。アーム支柱はですね、一体型もあれば、このように分離型になっていまして、真ん中ですね、ジョイントするようになっています。それでは実際に刺していきたいと思います。マルチにですね、事前に120センチ間隔で印をつけておきます。この時ですね、マルチのセンター部分に印をつけておきます。そして、アーム支柱ですね、斜めになるように刺していきます。だいたい30センチぐらい差し込みます。マルチの中央部ですね。斜めに30センチ程度刺していきます。次にですね、反対側も刺していきます。刺し終わりましたら、真ん中でジョイントしてください。そしてですね、隣同士、高さを合わせます。刺すときもですね、トマト支柱のときと同じように、歪みますと風に弱いので、隣同士ですね、平行になるようにしてください。次にですね、直管パイプを設置していきます。直管パイプは、上の部分と、下から20センチの両側ですね、合計3本刺していきます。下の部分はマルチからですね、約20センチぐらいの高さに通します。そしてですね、アーム支柱と直管パイプをつなぐのですね、専用のこの金具を使います。ない方はですね、紐で縛ってもらってもいいんですが、長持ちするものなので、ワンセットですね、あった方がいいと思います。1メーター50の直管パイプと直管パイプですね、ジョイントして、高さ20センチぐらいのところですね。で、専用金具を通して、このようにします。結構ですね、手を挟むと痛いので、気をつけてください。それでは次に、キュウリネットを張っていきます。こちらはですね、ホームセンターで約200円で購入したものです。幅がですね、1.8メートル、長さが6メーターになります。ということで、最初にですね、畝の長さも6メーターで立てています。網の目の大きさですね、これが24センチになっています。キュウリの場合はですね、大きめの網目でも大丈夫です。こちらの商品はですね、ロープも入っています。私たちの場合はですね、ビニールハウス用のマイカー線というものを使うんですが、あらかじめロープが入っている商品もありますし、あとはですね、ビニール紐でもできます。こちらを使ってですね、今回はキュウリネットを張っていきたいと思います。キュウリネットですね、1枚でやるやり方もあるんですが、今回はですね、
左半分、右半分、片側ずつですね、1.8 メートルの幅のネットを張っていきます。ネットもですね、このように上と下がですね、緑色になっていますので、この上の部分と下の部分ですね、にこのロープを通すことでネットが張れます。一度絡みますと解けなくなりますので、とにかくですね、向きだけは気をつけてみてください。あらかじめ入っていた専用のロープを使っていきます。ロープを緑色のところですね、このように束にしてそのまま通して、端までですね、行って縛ってしまいます。で、手前なんですが、アーム支柱ですね、このように縛るところがありますので、縛っておきます。上と下の緑のところですね、こちらは縛ってありますので、縛ったままですね、ロープを通して、最後にですね、縛ってある紐を取った方が絡まなくていいです。上と下ですね、ここの紐を取ったら、カーテンを開くようにして伸ばしていきます。そしてですね、端もアーム支柱に縛り付けます。キュウリネットをですね、最後まで通しましたら、あとはネットの上と下、アーム支柱とアーム支柱のおおよそ真ん中ぐらいで、ロープと直管パイプを麻紐などで縛ります。最後になりますが、トマトの支柱の時にもやりましたが、筋交いを入れます。こうすることで風に強くなります。距離がある場合は、途中ですね、筋交いを入れた方がより風に強くなります。最低でもですね、両側斜めに2本ずつ筋交いをやります。これで完成になります。今回は、キュウリの支柱立てと、キュウリネットの張り方をやりました。あらかじめですね、家庭菜園用ということで、長さが6メートルのネットを買いましたので、畝の長さも6メートルで立てています。左半分、右半分でキュウリ支柱を立てて、あとですね、直管パイプを3箇所通しています。で、さらに強くするときは、肩の部分にももう2本通すとより強くなります。キュウリネットはですね、うまく張れると、この網の格子がですね、ひし形で綺麗な形になります。で、ピンと張るようにしてください。最後に筋交いを入れて完成になります。この後、こちらにですね、キュウリとミニトマトを植える予定です。で、そちらの動画もですね、ぜひご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問、ご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。